ねえ、てかさ、さっちゃんめっちゃ気になるコメントがあるんだけど読んでいい？おい、お前なんでイボ取らねえんだってコメントあるんだけど、俺顔にイボあるっけ？何？イボ？じゃ、イボ。おい、なんでお前イボ取らねえんだってコメントが出ちゃうんだけどさ、俺イボ入ってたっけ？イボ？ほくろとかじゃなくて。お、イボらしい。イボはないと思う。さっきからずっとそのコメントあってさ、何の、何言ってんだって、俺に言ってんのかって。やだねー、マジでガスうざいな、それやだろう、これウルト壊す、ウルト壊した、壊した壊した、はい、またガス置く行くよ、OK、OK、OK、うちらが待ち構えられてたりして、泣かたないだろお前イボ取れ、俺イボ取れって何それ、それ俺動画しようかな、じゃあイボ取る動画あげようかなみんな、俺コンプレックスがイボ取っていいか、目の下のこの、これほくろじゃないのこれ、俺さあ終わらせようか、イボ、さっきからめちゃくちゃ言われてた、イボ取れよってどこに、ここは去っていいよ、平石行くわ、言いなりじゃん、出ていけ俺の体から、おい全然なんか、ちょ、俺の体から出ていけ、ノイズキャンセラーみたいなやつが聞こえない知ってるよ、ノイズキャンセラー、でもじゃあ何て言ったか教えてあげようか、うん、俺の体から出ていけって意味が分かんない、意味分かんねえだろ、うん、お前が俺の体の中入ってきてるから俺の体から出ていけってことだよ、指が痛えよさっちゃん、あとイボが痛え、お前イボが痛えよ、なんか触ったら痛くなっちゃった、イボがマジで、ブラザー進化シールドを発見した、いただこう、レベル2だ、フェニックスキットを発見、ブラザー進化シールドを発見した、いただこう、レベル2だ、あ、まつえ、いやマジでイボ撮る動画撮りで、なんか二人でエステ行こうぜ。イボじゃないよこれ。自分を信じろ。で俺ヒゲの脱毛行かせろっつってんじゃん。ヒゲ剃るのが辛い。うんうん。顔中血だらけいつも出てくるじゃん。え、だから今日のさ旅行どうすんの？うぜえな！さあ始まるぞ。私はモテやろうぜブラザー。ノイキャンで聞こえねえよ。だって4時にチェックインだよ。いやでもまあ近いじゃん。今回のチャンピオンを紹介します。